皆さんこんにちは。ただいま横浜に来ております。横浜は実は来年大阪で、大阪エクスポをやりますけれども、その後横浜では花の博覧会をされることになっております。1500万人のお客さんを呼ぼうという意気込みで関係者の皆さん頑張っておりますが、1990年に大阪で花博をやりました。これは大阪市の市政100周年記念事業だったんですけれども、ものすごい人が来てくれました。2400万人という、この規模の博覧会では考えられない数字を達成したわけでありますが、その原因は何かというと、 Z 世代、今で言うですね、若い人たち、 Z 世代のような人たちに、参加意識の火をつけたということに尽きると私は思っています。当初はその年は天気は良くて、花もたくさんあったんですけども、あまりに暑くてですね、花が土地でなくなったんです。そこでどうしようか、出し物の花がないという状態だったんですが、誰かが、関西地方は、芸術な芸能をたしなんでる人が多いから、芸を見せたらどうか、こういうことでした。ですから日本舞踊とか、絵画、それから洋画、いろんなものを博覧会の会場で演じてもらったんですね。そうしますと、そこで踊った人は、私踊ってきたよということをいろいろな人に言うものですが、そんなことをできるんだったら僕も行くわということで、大勢の若い人たちがやってきました。あのにぎやかな花博、今もっていい思い出として残っておりますが、ぜひ、それを超えるほどのにぎわいを横浜でも実現してほしいなと思っております。久しぶりに横浜の港に参りましたけども、高層ビルは林立するし、港はきれいに整備されているし、まさに受け皿としての条件は十分整っているように思います。頑張っていただきたいと思います。